GATX105 ストライクガンダムの系譜。初期に開発された5機の GATX シリーズのうち、ストライカーパックシステムによる換装機能によって、さまざまな戦況、戦術に対応可能な汎用性を有するモビルスーツとして開発された機体が GATX105 ストライクである。本機の開発は、中立の立場を謳う欧部出張国内の国営企業、モルゲンレーテ社との共同で、資源衛星コロニー、ヘリオポリスで進められ、コズミックイラ71、1月20日ロールアウトを果たすも、同年1月25日、ザフト軍のクルーゼ隊による自衛機強奪事件が発生。開発された5機の GATX シリーズのうち、デュエル、バスター、イージス、ブリッツが強奪されるが、ストライクは、キラヤマトの蒸気となり、強襲機動特装艦アークエンジェルの搭載機として、クルーゼ隊をはじめとする追撃部隊との戦乱にその身を投じることになる。ストライクの機体構造は、GATX-10 に、デュエルに採用された X100 系フレームが採用され、異なる特殊フレームを用いたイージスやブリッツから、技術的なフィードバックを受けたことによって、デュエルよりも人体に限りなく近い可動域を獲得した発展進化型フレームとして完成を果たしている。走行は他の X ナンバーと同じく、外部からの物理的衝撃をほぼ無効化するフェイズシフト走行を採用。頭部は GATX シリーズ共通となるツインカメラアイに加え、特徴的ともいえる大小計4機の V 字型アンテナとガンダムフェイスと呼ばれるフェイス部構造を成している。ストライカーパックシステム。ストライク最大の特徴は、素体となるストライク自体の運動性能を重視した基本設計に、モビルスーツとしての汎用性を外部オプション装備に求めたところにある。それがモビルスーツの汎用性と戦況に合わせた特化性を高次元で両立させたオプション装備として機体に装着する新技術、ストライカーパックシステムである。このストライカーパックシステムの中核をなす乾燥式バックパック、ストライカーパックは、エール、ソード、ランチャーという武装、推進機、補助機能が異なるバックパックを乾燥することで、モビルスーツの性能特性を変化させるとともに、いかなる戦況にも対応可能な万能性をモビルスーツ単機に付与するという画期的なシステムであった。ストライカーパックは大きく分けて5つのカテゴリーに分類されると言われており、高機動型のエール、近接格闘戦型のソード、中遠距離砲戦型のランチャーに加えて、多機能万能型の IWSP、 特殊装備搭載型のライトニングストライカーなどが開発されている。これらはそれぞれのカテゴリーごとに機体に合わせた独自の発展を遂げ、多くのストライカーパックを生み出すことになる。 GATX105 プラス AQM/E エールストライクガンダム。ストライクに高機動戦闘用のストライカーパック、エールストライカーを装備させた形態。大型の主翼に加え、高出力スラスターと可変スラスターから構成されるこの装備は、無重力下における高機動戦闘を基本とし、重力下においても優れた機動性を実現するとともに、滑空することによって立体的な機動戦闘を可能にしている。ストライカーパックの中では非常に実用性が高く、オールラウンドに対応できる汎用性から、キラヤマトが最も多く使用したいわゆる標準的な装備である。 GATX105 プラス AQM/EX02 ソードストライクガンダム。近接戦闘用のストライカーパック、ソードストライカーを装備させた形態。ストライクに匹敵するほどの長さを誇る 15.78m 対艦砲シュベルトゲベールをメインウェポンに、左肩部にはビームブーメランであるマイタスメッサー、サワンブシールドにはロケットアンカー、パンツァーアイゼンなどの近接戦闘用装備を実装。汎用性の面ではエールストライクに劣るものの、艦艇すらも両断するシュベルトゲベールの攻撃力は破壊力抜群であり、中距離攻撃を可能にしたマイタスメッサー、パンツァーアイゼンはサブウェポンとしての役割を十二分に発揮していた。またユニット中央部には近接戦闘支援情報制御システムとサーマルアキュムレーターが搭載され、左肩部にはショルダーガードがマウントされている。 GATX105 プラス AQM/EX03 ランチャーストライクガンダム。砲撃専用のストライカーパックランチャーストライカーを装備させた形態。全長20メートルの320ミリ高インパルス砲アグニはスペースコロニーを崩壊させてしまうほどの威力を誇り、右肩部には120ミリ対艦バルカン砲と350ミリガンランチャーが一体化したコンボウェポンユニットが装備されている。その圧倒的な威力もさることながら、
エネルギー消費が非常に激しい欠点も兼ね備えており、劇中ではアグニの連射による断髪から一気にエネルギー切れを起こす描写も描かれていた。そのため実戦では両機による空中乾燥や外部電源を接続した状態での使用によってその欠点を補っていた。 GATX105 プラス AQM スラッシュ EYM1 パーフェクトストライクガンダム。前述のエール、ソード、ランチャーの3つのストライカーパックを複合させた近距離、中距離、遠距離対応型のマルチプルアサルトストライカーと呼ばれるストライカーパックを装備させた形態。この装備はあらゆる戦況に対応可能であると同時に、完全なオーバースペックと130トンに迫る機体重量、さらには増加した装備類による非常に高い電力消費などの様々な問題を抱える結果となった。この高い電力消費に対応すべく、エールストライカーパックに5機のマルチエネルギーパックを増設し、使用済みのエネルギーパックはデッドウェイトを避けるため1つずつパージすることが可能となっている。 GATX105 プラス AQM スラッシュ EM1 ストライクガンダム IWSP。 コズミックイラ71の戦乱集結後に配備された火力と機動性の両立を実現させた多機能万能型形態。 IWSP とはIntegrated Weapon Striker Pack の略称で、エール、ソード、ランチャーという3つのストライカーパックを統合し、あらゆる戦況に対応可能な万能化を目指して開発された装備である。開発自体はコズミックイラ71の戦時中に行われており、 IWSP の1号機はシミュレーションモデル、2号機はシステムを搭載せず外観のみ製造したモックアップモデル、実験試作機として製造されたのはストライクルージュに搭載する予定であった3号機からとされているが、機体制御の複雑性から運用されることはなかった。コズミックイラ71の戦乱集結後、アクタイオンプロジェクトによって再設計されたストライク専用に再び IWSP を開発。もともとは機体重量や消費電力の肥大化、機体制御の複雑化など様々な問題を抱えた装備であったが、テストパイロットを務めたスウェン・カルバヤンによる徹底的なダメ出しと度重なる改修改良を繰り返し、ここで得られた試験データは後にノワールストライカーやストライクルージュ専用のストライカーパック大鳥の開発に役立てられることになる。 GATX105 プラス P2049X ライトニングストライク。ストライクに長距離狙撃用ストライカーパックライトニングストライカーを装備させた形態。この兵装は IDEX 社が地球連合軍の要請を受けて開発を行っていたところ、求められた性能を満たしていなかったため、結果的にモルゲンレーテ社がその開発を引き継ぎ、連合軍が満足できるだけの性能を獲得し完成を果たしている。ライトニングストライカーの特徴はオーブ製のレールガン、7031式電磁カノン砲による超長距離狙撃と破壊力、精密狙撃を可能にする高性能センサー群、ユニット自体に自立飛行能力を搭載させるなど多機能かつ高性能化を実現させている。中でも特筆すべきはストライクと分離後も自立飛行能力によって短期での戦闘も持続可能なライトニングストライカー自身であり、宇宙空間における最大射程は実に38万キロという脅威の遠距離射程を誇り、実戦においては4万キロ離れた敵機を撃ち抜いたという記録を持つほどである。ストライクに換装した形態ではエネルギータンクとケーブルを接続することで超長距離狙撃を可能にし、重力下では電磁カノン砲の外部パワーユニットに内蔵されたレールガンの照準を調整するスポッティングライフルを使用することで命中精度を上げることができる。また従来のストライカーパック同様、大気圏内用支援戦闘機スカイグラスパーとのドッキングも可能な仕様になっており、遊軍機への電力供給などの支援も可能になっている。武装はストライクの固定武装イーゲルシュテルン、アーマーシュナイダーに加えて前述の7031式電磁カノン砲、右腕部に搭載された固定式電磁カノン砲71式強化鉄鋼戦闘弾、コンポジットウェポンポッドに追加装備された高指向性エネルギー兵器ハイリューを装備している。この他にも後述するガンバレルストライカーを装備した GATX105 プラス AQM スラッシュ EX04 ガンバレルストライクガンダム、ロウギュールが開発したモビルスーツ用多目的ツールカレトブルフを装備した GATX105 ドライングストライクガンダムなども存在している。ストライカーパックはその汎用性の高さから後に地球連合軍のモビルスーツの標準仕様となり、さらにコズミックイラ73以降
ユニウス条約による機体保有数制限下では一機で様々な戦況に対応できるため、ザフト軍のニューミレニアムシリーズといわれるザクオーリアなどのモビルスーツ開発に大きな影響を与え、シルエット、ウィザードと呼ばれるストライカーパックシステムに酷似したものが開発されるなど、その汎用性の高さと有用性は軍事的価値観を大きく変えたと言っても過言ではない。 GATX-105E ストライク E ルカス・オドネル機、戦闘によって大破し再生されたストライクの戦闘運用データをフィードバックするとともに、アクタイオン・インダストリー社がストライクの強化発展機として設計開発を行った機体がストライク E である。複数機が生産され、その中でもザフト軍を脱走し連合軍の兵士となったルカス・オドネルの上機となった専用機では、ルカス自身が回収処理を施した結果、通常機よりも基本性能が向上している。ストライクのリニューアル機であり独自の回収を加えたルカス専用機は GATX-105E プラス AQM-EX-09S ストライクノワールと、そのパイロットであるスウェン・カルバヤンの実戦データも反映されており、オリジナルとなるストライクよりも機体各部の省電力化パワーエクステンダーを搭載したことによる稼働時間延長、 OS やインターフェース系の最適化による操作性の向上などを実現させている。また制御系に AI を導入し、頭部においては冷却システムの改善からダクトスリットの形状変更、走行はフェイズシフト走行の発展型バリアブルフェイズシフト走行が採用されるほか、運動性向上のため肩部にサブスラスターが増設されるなど、ストライクよりもより洗練された仕様に仕上がっている。武装は頭部に搭載された近接防御機関砲 M2M5 トーデスシュレッケン 12.5mm 自動近接防御火器、ストライク E 専用の小型ビームライフル M8FSB1 ビームライフルショーティー、両腕両脚部に計6機内蔵された EQS-1358 アンカーランチャーを装備。ストライクでは腰部装甲内に内蔵されていた対装甲コンバットナイフアーマーシュナイダーを廃し、前述のビームライフルショーティーが採用された。さらにストライク E 専用に再設計されたストライカーパックが用意されており、近接格闘戦闘形態のアナザートライアルソードストライク E、 中遠距離砲戦形態のアナザートライアルランチャーストライク E、 統合並走ストライカーパック IWSP を装備した3形態の運用が可能になっている。 GATFJ108 雷号ガンダム、この機体は地球連合軍に所属する東アジア共和国の藤山社がストライク E の機体性能に着目し、さらなる強化改修が施され、GATX-105 ストライクの強化発展型として完成させた機体が雷号ガンダムである。雷号ガンダムが開発された背景には、アクタイオンプロジェクトに参加した藤山社が軍需産業企業として今後も発展していくための技術的誇示と、それを体現するデモンストレーション機の開発という狙いがあったと言われている。武装はストライクの固定武装に加えて肩部機関砲を2機追加しており、ストライカーパックシステムにも対応している。原型機同様に3形態の専用ストライカーパックが用意され、全領域対応型のスペキュラムストライカー、近接格闘戦用のキャリバーンストライカー、中遠距離砲戦仕様のサムブリッドストライカーが開発されている。それぞれのストライカーパックは藤山社独自の強化改修が施されており、それぞれの名称は3種の神器にあやかって名付けられている。 MBF-02 ストライクルージュ、ストライクの修復用予備パーツとこれまで築き上げてきたストライクの運用データをもとに、オーブ連合出張国が自国防衛用モビルスーツとして完成させた機体がストライクルージュである。ストライクの開発に携わったモルゲンレーテ社が製造した機体とはいえ、無許可で模造したコピー機であり、その機体のパイロットをオーブ出張国代表の娘カガリー・ラースハが務めるなど、中立を謳いながらもその技術力と力を誇示せずにはいられない、ある意味オーブという国の闇を体現した機体ともいえる。機体性能はオリジナルのストライクと同等と言われているが、製造時にモルゲンレーテ社の手が加えられたことで、パワーエクステンダーの採用や使用ユニットの一部を高スペックなものに変更されているため、フェイズシフト走行は改良され、機体稼働時間などが延長されている。またフェイズシフト走行展開時の機体色がシンクを基調としたカラーリングに変更されているが、これは設定によって任意に変更可能となっている。なお後に本機に搭載された改良型のフェイズシフト走行をベースに、ザフト軍が開発した装填位走行バリアブルフェイズシフト走行が誕生することになる。
ストライカーパックも専用のものが3形態用意されており、基本形態となるエールストライカー、エール、ソード、ランチャーを一体化させた統合兵装 IWSP、 IWSP を改良し、重量増などの問題を改善し完成させた万能型パックオートリが存在している。中でもこのオートリ装備は高威力のレールガン、可動式アームで保持されたビームランチャー、両翼にミサイルランチャーを搭載し、背部には大型対艦砲を装備するなど、ビーム兵装から実弾兵器、近接格闘専用装備をバランスよく搭載し完成している。さらに大気圏内での飛行能力も獲得しているため、空戦においても高い機動力を発揮し、重装備にもかかわらず万能型モビルスーツとして一定の完成度を誇っている。また地球上から衛星軌道上へ機体を打ち上げる際に、急増のモビルスーツ用ブースターユニットを装備した大気圏離脱用ストライクブースターも存在しており、この時のパイロットはキラヤマトが務め、ストライカーパックは大鳥を装備していた。 LGGATX105 ゲイルストライクガンダム。秘密結社ライブラリアンがストライクを再設計し、パイロットであるカーボンヒューマン NDP の特性に合わせて格闘戦特化型のストライクとして完成させた機体がゲイルストライクガンダムである。両肩部にはエールストライカーのスラスターが採用されたことで、近接格闘戦時の左右への急激な機動性が大幅に向上し、トリッキーな動きによって敵機に軌道を読まれにくくするという利点を生み出している。また激しい格闘戦時に生じる負荷によって各駆動部が熱を帯びるため、放熱効率を高めるフィン状のユニットがニーアーマーに搭載され、頭部は冷却性能を高めるための形状に変更されるなど、機体構造自体も徹底した格闘戦仕様として完成されている。武装はストライクの固定武装に加えて、敵機や攻撃対象の装甲に合わせた周波数で振動し、切断能力を高める2振りのウイング装を装備。この大型斬撃兵装となるウイング装はアンバック機動や空力コントロールとしての役目も担っている。 GAT-01 ストライクダガー、ザフトのモビルスーツ群に対する対抗可能機としてストライクのデータをもとに設計開発が行われた簡易量産型モビルスーツがストライクダガーである。第一次連合プラント対戦時にザフトのモビルスーツに対して取り急ぎ対抗するための短期間での実戦配備機が必要とされた地球連合軍は、各モビルスーツの量産化のつなぎ役としてフェイズシフト走行やストライカーパックシステムといった機能を排除し、生産効率を優先させた戦時量産機の開発に着手。こうして完成したストライクダガーは、ストライクを元にした機体性能、ビーム兵器の実装や敵機に対して3対1の集団戦で挑むといった戦術によって、ザフトのジンに対して多大な戦果を上げている。 GAT-01A1 ダガー、通称105ダガー。前述のストライクダガーの生産を優先させていた一方で、簡易量産型ではなく、ストライクの性能を継承した正当な量産機の開発を進めていた連合軍は、 GAT-01A1 ダガーの開発を継続。しかし開発には相当な時間を要したため、実戦配備は第一次連合プラント対戦末期までかかってしまうが、戦後も連合軍の主力機として運用されることになる。最大の特徴はストライカーパックシステムの採用であり、ストライクに用意された3形態のストライカーパックに加えて、105ダガー専用のガンバレルストライカーが新たに開発されている。このガンバレルストライカーは優先式ワイヤーによる遠隔コントロールによってオールレンジ攻撃を可能にしており、機首下部に搭載されたガトリング機関砲はドッキングした後も前面に展開後使用することが可能になっている。また他のストライカーパックとは違い、スカイグラスパーなどの支援機とのドッキング機能は有していない。本来はムーラフラガに用意されたストライカーであったが、高い空間認識能力を持ち、月下の狂犬の異名で知られるエースパイロットモーガン・シュバリエの上機として運用された。 GATX シリーズの中でも最も汎用性に優れ、ストライカーパックシステムによるオプション換装によって、さまざまな戦況戦術に対応可能な弾道機として完成したストライクガンダムは、スーパーコーディネーターキラヤマトの活躍によって多大な戦果を上げ、そこで培われた運用データは後のモビルスーツ群に大きな影響を与えるとともに、軍事的価値観を大きく変えるほどの技術的革新という結果をもたらすことになる。以上、ストライクガンダムの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。